ボクシング界のモンスター井上尚弥選手、9月3日に控える TJ ドヘニー戦に向けてその準備は着々と進んでいます。メキシコから招いた新たなスパーリングパートナーとの練習など調整に余念がありません。しかし井上選手の強さを語る上で欠かせないのが過去に行った衝撃的なスパーリングの数々。その中でも特に注目を集めたのが現在ライト級で活躍する強豪ボクサーとのセッションでした。というわけで今回は衝撃的なスパーリングとして話題を呼んだ井上尚弥選手 VS 現在ライト級で活躍する強豪ボクサーとの対戦を徹底解説していきます。さらに現在の調整状況や次戦の対戦相手についても詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までついてきてくださいね。今回も紹介する衝撃的なスパーリングは石川県金沢市にある金沢カシミジムで行われました。この公開スパーリングの主役は言わずと知れたモンスター井上尚弥選手と長年井上選手のスパーリングパートナーを務めてきたジェネシスカシミセルバニア選手です。セルバニア選手は身長169センチメートル、リーチ173センチメートルのフィリピン出身の強豪ボクサー、元世界フェザー級1位で世界挑戦経験もある実力者です。注目すべきはセルバニア選手が最終的にライト級でも試合をしているという点。つまり井上選手と比べるとかなり体格の大きな相手なのです。このスパーリングが特に注目を集めた理由は井上選手がスーパーバンタム級からスーパーライト級へ2階級上げてチャレンジしようとしている中で行われたからです。より重量級の相手とのスパーリングは井上選手の新たな挑戦への準備として極めて重要な意味を持っていました。さらにこの2人は過去に100ラウンドを超えるスパーリングをこなしてきた間柄、お互いの癖やタイミング、パンチの威力まで熟知している者同士の対決は単なる練習以上の緊張感と迫力を秘めていたのです。それではこの衝撃的なスパーリングの詳細をラウンドごとに見ていきましょう。ゴングが鳴り第1ラウンドが始まりました。通常多くのボクサーはこの時間を相手の情報収集に費やし様子見のラウンドとすることが多いものです。しかし井上選手の動きはその常識を覆すものでした。まず目を引いたのは井上選手の高速のコンビネーション。その速さと反応の良さはまさに異次元とも呼べるレベル。セルバニア選手が攻撃の糸口を探ろうとする間にも井上選手は鮮やかな攻撃を繰り出します。特筆すべきは井上選手の距離感覚です。単にパンチを当てないだけでなく相手に打たせない絶妙な間合いコントロールを見せます。これは拓磨選手を彷彿とさせる高速のリターンとも相まって大きい相手を寄せつけない技術の結晶と言えるでしょう。しかしセルバニア選手も黙っていません。強烈なボディジャブを放ち相手のバランスを崩そうと試みます。これに対し井上選手はジャブや軽い左フックを自在に使いこなし的確に対応。さらにワンツーフック軌道のボディを繰り出しまっすぐ刺すのではなく擦るような巧みな打ち方で相手を翻弄します。ラウンド終盤井上選手は前の手のアッパーを外して右で軽く触れそこから左ボディ右ボディ左フックと繰り出すコンビネーションを披露。これは公式戦でもおなじみの井上選手の得意パターンです。第1ラウンドを通じて井上選手は階級差を感じさせない圧倒的な速さとテクニックを披露。その姿はまさにモンスターの名にふさわしい異次元の強さを印象をつけるものでした。第2ラウンドに入ると井上選手の姿勢に変化が見られました。ゆったりとした大きな構えで相手に来いと誘うような余裕すら感じさせます。これはスパーリングならではの余裕を示すと同時に相手の動きを誘発する高度な戦略とも言えるでしょう。セルバニア選手はその挑発に応えるかのように勇気を持って踏み込んできます。しかし井上選手の反応は瞬時、高速のリターンで相手の攻撃を的確にさばきます。さらにジャブを連続で繰り出し相手の動きを止めつつ削っていく。これは試合を組み立てる能力の高さを示すものです。注目すべきは井上選手のパンチの多様性です。右で軽く触れてから左ボディを入れそこから左フックを繰り出すといい複雑なコンビネーション。これは相手の反応を見ながら瞬時に次の攻撃を選択する極めて高度な技術です。一方セルバニア選手も黙っていません。耐久力にものを言わせパンチを引きながら打ち返そうとします。通常の試合なら8オンスグローブでヘッドギアなしの状況、そこでこの戦略を取るには並外れた体力とメンタルが必要です。セルバニア選手の強靭さが垣間見える場面でした。しかし井上選手の冷静さは揺るぎません。相手の動きを読みジャブと右のコンビネーションで的確に攻撃、さらに距離を取りながら単発の強烈な右ストレートを放つなど多彩な攻撃パターンを見せます。ラウンド終盤井上選手はさらにギアを上げます。直線的なパンチを連続で放ち込み最後には大きく振り切るバックハンドを披露。これに対しセルバニア選手は左フックやボディへの連打で応戦しますが
井上選手の前ではほとんど収穫がありません。第2ラウンドを通じて井上選手は階級差を感じさせない圧倒的な強さを見せつけました。その姿は単なる階級の差を超えた真のチャンピオンの実力を示すものでした。第3ラウンドに入り、セルバニア選手の姿勢に変化が見られます。これまで圧倒されていた展開を覆そうと、フィリピン出身の彼が受け継ぐカシミ魂が燃え上がったかのようです。セルバニア選手は金沢カシミジムというかつて鹿児島兄弟で有名だった北陸の施設ジムで7年トレーニングを積んできました。その環境で培われた粘り強さと勇気がこのラウンドで遺憾なく発揮されます。ラウンド序盤、セルバニア選手は積極的に前に出て細かいパンチを刻むように繰り出します。これは井上選手のリズムを崩そうという狙いが見て取れます。さらに内側を取りながら前進しパンチを振るという戦略を展開。この動きは井上選手を一時的に後退させることに成功します。しかし井上選手もただ引くだけではありません。広い場所に移動し、角度や距離、位置取りの選択肢を増やすという高度な対応を見せます。そしてセルバニア選手のフックに合わせて逆に飛び込み、鋭いカウンターを放ちます。ラウンド中盤、セルバニア選手の右ストレートが井上選手にわずかにヒット。井上選手も効いてないという様子を見せます。その直後から井上選手の集中力はさらに高まり、前の手の差し合いで再び主導権を握ります。終盤に差し掛かり、セルバニア選手は耐久力を生かしパンチを受けながらも打ち返す選択をします。これは階級が上でグローブも大きくヘッドギアありのスパーリングだからこそ可能な戦略。彼の強靭な体とメンタルの表れと言えるでしょう。しかし最後まで冷静さを失わない井上選手、上下左右隅々にキレのあるパンチを次々と繰り出し、セルバニア選手を翻弄し続けます。このラウンドを通じてセルバニア選手は最後まで諦めないカシミ魂を見せつけました。一方の井上選手は苦しい場面でも冷静さを失わず、常に的確な対応を示しました。両者の激しい攻防はまさにトップレベルのボクサー同士のスパーリングにふさわしいものでした。井上尚弥選手の9月3日の TJ ドヘニー戦に向けた準備は着々と進んでいます。その中で注目を集めているのが新たに招聘されたスパーリングパートナーたちです。今回メキシコから2人の若手有望株が来日し、井上選手との実戦練習に参加しています。1人目は21歳のノリ・バレンズエラ選手です。今回が初来日となる彼はフェザー級で活躍する無敗のホープです。若さと勢いを武器に井上選手に新鮮な刺激を与えることが期待されています。バレンズエラ選手の俊敏な動きと攻撃的なスタイルはドヘニー戦に向けた井上選手の反射神経と対応力の強化に貢献するでしょう。2人目は26歳のホセ・アンヘル・ガルシア選手です。ガルシア選手は今回で3度目の来日となる井上選手のスパーリングに欠かせない存在となっています。彼もまた無敗のフェザー級ファイターで経験豊富な動きで井上選手を鍛えています。特筆すべきはガルシア選手がオーソドックススタンスであること。左利きのドヘニーとは異なるスタイルですが、多様な対戦相手と練習することで井上選手の総合力向上につながると考えられています。この2人とのスパーリングについて井上選手は、2人のパートナーで8ラウンド動ききれた、スタミナの確認も含めてやりきれたことに手応えがあるとコメントしています。さらにこれまでも多くの選手とやってきているので、その選手に対して自分のボクシングをどう当てはめるかを意識していると語り、さまざまなスタイルの選手との練習を通じて自身の引き出しを増やしていく姿勢を示しています。このように井上選手は若く勢いのある選手たちとのスパーリングを通じて自身の力をさらに磨き上げています。異なるスタイルや特徴を持つ選手との練習は世界のトップに立つ井上選手にとっても新たな気づきや成長の機会となっているのです。9月3日の TJ ドヘニー戦に向けて井上尚弥選手の調整は最終段階に入っています。現在のコンディションと戦略について詳しく見ていきましょう。まずコンディションについては、井上選手自身がジム内合宿の疲労も抜け、良い状態でメキシコ勢とのスパーリングを迎えられたと語っています。これは調整が計画通りに進んでいることを示唆しています。特に8ラウンドのスパーリングをやりきれたという言葉からはスタミナ面での自信がうかがえます。戦略面では井上選手の言葉に注目すべき点がいくつかあります。 1. 多様な対戦相手への適応。これまでも多くの選手とやってきているので、その選手に対して自分のボクシングをどう当てはめるかを意識しているというコメントから、井上選手が様々なスタイルの選手に対応できる柔軟性を磨いていることがわかります。 2. ドヘニーへの具体的な対策。ドヘニーをイメージといっても難しいと思う。いろいろな選手に当てはめていく作業を数多くやっていけば引き出しも増えると語っています。これは単にドヘニーの模倣選手と練習するのではなく、
多様な状況に対応できる総合力を高めていることを示しています。3、調整の段階的アプローチ。8月中旬以降はホロ調整になる。体力勝負ではなくラウンド数を少なくして自分のやりたいこと、細かいところを調整していくつもりというコメントから計画的な調整プログラムを実施していることがわかります。4、高いモチベーション維持。5月6日の東京ドームが終わったままの高いモチベーションを継続できていると語っており、長期的なモチベーション管理にも成功していることがうかがえます。さらに井上選手の父でありトレーナーでもある慎吾氏によると、スパーリングは計100ラウンドに達する予定だそうです。これは量的にも質的にも十分な実践練習を積んでいることを示しています。総合的に見て井上選手は身体面でのコンディションだけでなく技術面、戦略面、そして精神面においても万全の体制で試合に臨もうとしていることがわかります。多様な練習を通じて引き出しを増やしつつ、同時に自身のボクシングスタイルをしっかりと確立させる、このバランスの取れた準備が世界トップレベルの選手である井上選手の強さの秘訣と言えるでしょう。井上尚弥選手の父でありメイントレーナーでもある慎吾氏のコメントは、選手の状態や戦略を理解する上で非常に重要です。ここでは慎吾トレーナーの最新のコメントを詳しく見ていきましょう。まず試合に向けての井上選手の状態について慎吾トレーナーは次のように語っています。毎回すごく仕上がっています。前回は初回にダウンがあったので気持ちを引き締めている。この言葉からは井上選手が高いレベルでコンディションを維持しつつ、前回の試合での経験を生かしてさらなる向上を目指していることがうかがえます。試合への戦略についてはこう述べています。直也のボクシングを気負わずやってもらえれば、冷静にいつも通りできれば、これは対戦相手に合わせて大きく戦略を変えるのではなく、自身の強みを生かしたボクシングを冷静に行うことの重要性を示唆しています。スパーリングについては26日に打ち上げ予定、5ラウンドを予定し計100回に達すると具体的な数字を挙げています。この徹底した準備は井上選手の試合に向けての真剣さを物語っています。さらに慎吾トレーナーは自身の53歳の誕生日に関連して興味深いエピソードを披露しています。井上選手から化粧水などの肌ケアセットをプレゼントされ、そろそろ使った方がいいよと言われたそうです。この話には親子間の温かい関係性が垣間見えると同時に、ささやかな気遣いができるほど精神的に余裕がある井上選手の様子がうかがえます。最後に慎吾トレーナーは試合の日もバッチリやりますよと笑顔で語っています。この言葉からは試合に向けての自信とそれを支える周到な準備への確信が感じられます。慎吾トレーナーのこれらのコメントは井上選手が肉体的にも精神的にも最高の状態で試合に臨もうとしていることを示しています。トレーナーと選手の信頼関係、そして周到な準備が井上選手の強さを支える重要な要素となっていることがよくわかります。 TJ とヘニーは井上尚弥選手の次なる挑戦者として注目を集めています。彼のプロフィールと戦績を詳しく見ていきましょう。ドヘニーは1986年生まれの37歳、アイルランド国籍を持ちながら現在はオーストラリアを拠点に活動しています。身長 170cm、 リーチ 167cm のサウスポーファイターで、その技術と経験は世界トップクラスと評されています。プロキャリアは2012年4月にスタートし、現在までの戦績は30戦26勝20KO 4敗。注目すべきは彼の4敗には一度も KO 負けがないという点です。これはドヘニーの強靭さと技術の高さを物語っています。主な戦歴を見ていきましょう。2018年8月、 IBF 世界スーパーバンタム級タイトルマッチで岩佐良介選手に判定勝ちし王座獲得。2019年4月、 WBA 王者ダニエル・ローマン米国との統一戦で敗れ王座陥落。その後も日本人選手との対戦を重ね、高橋隆平選手、中島和樹選手にも勝利。これらの戦績からドヘニーは日本人キラーとも呼ばれ、日本のボクシングファンの間でも警戒される存在となっています。現在ドヘニーは WBO ランキング2位につけており、その実力は世界トップクラスと認められています。パンチ力と豊富な経験を兼ね備えた彼は井上選手にとって手強い挑戦者と言えるでしょう。またドヘニーは過去に井上選手の試合のリザーブ控え選手として待機した経験もあり、井上選手のボクシングスタイルを間近で観察する機会を得ています。この経験が今回の対戦にどう影響するかも注目点の一つです。37歳という年齢はボクサーとしてはベテランの域に入りますが、それゆえの冷静さと試合巧者としての一面も持ち合わせています。井上選手との年齢差約6歳をどう生かすか、それとも若さあふれる井上選手のスピードとパワーに押し切られるのか、この世代間の戦いも試合の大きな見どころとなっています。 TJ
ドヘニー選手の実力と特徴を練習公開の様子も交えて詳しく見ていきましょう。まずドヘニーの最大の武器はその豊富な経験に裏打ちされた技術の高さです。父シンゴトレーナーが全体的にベテランチック、動きの一つ一つがベテランと評したように、無駄のない洗練された動きが特徴です。具体的な強みとして以下が挙げられます。1、強靭なフィジカル。シンゴトレーナーはフィジカルが強壮、上半身もしっかりしていると評しています。この体の強さがこれまで一度も KO を負けしていない耐久力の源となっています。2、パンチ力。20回の KO 勝利が示すように、ドヘニーは確かなパンチ力の持ち主です。特に左フックの威力は高く、さまざまな角度から繰り出される左フックは要注意です。3、多彩な攻撃パターン。練習公開では角度の違う左フックやフィジカルを生かしてコーナーに押し込む動きなど、多彩な攻撃パターンを披露しました。4、冷静な試合運び。37歳という年齢も相まって冷静に試合を組み立てる能力に長けています。焦らず自分のペースで戦いを進める力はベテランならではの強みです。5、サウスポーの特性。左利きのファイターであることもドヘニーの大きな特徴です。オーソドックススタンスの選手が多い中、サウスポーならではの攻撃角度は相手を惑わせる武器となります。一方でシンゴトレーナーはハンドスピードは特別なことはないとも評しており、スピード面では井上選手に分けがあると見られています。またドヘニーの戦略としてフィジカルを生かした接近戦に持ち込む可能性が高いと予想されています。シンゴトレーナーは体で押し込んでくるのでショートパンチで突き放す必要があると分析しており、井上選手がいかにして自分の得意な距離を保つかが勝負の鍵となりそうです。さらにドヘニーは過去に日本人選手との対戦経験が豊富で、日本式のボクシングスタイルにも慣れています。この日本人キラーとしての実績も彼の自信となっているでしょう。総じて TJ ドヘニーは経験、技術、フィジカルのバランスが取れた、まさに世界トップレベルの実力を持つ選手といえます。その実力と特徴が井上選手との対戦でどのように発揮されるか、大きな注目点となっています。井上陣営、特に父であり主任トレーナーである慎吾氏の分析はドヘニー戦に向けての戦略を理解する上で非常に重要です。慎吾トレーナーの警戒点と対策について詳しく見ていきましょう。まず回れトレーナーはドヘニーについて、足を止めて打ち合うのは怖いと警戒しています。これはドヘニーの強靭なフィジカルとパンチ力を認めているからこその発言です。特に接近戦でのドヘニーの強さを警戒しており、くっついた時のパンチに気をつけないといけないと注意を促しています。この警戒に基づいて井上陣営は以下のような対策を講じています。 1. 距離の管理。体で押し込んでくるのでショートパンチで突き放す必要があると慎吾トレーナーは分析しています。井上選手の得意とする距離を保つことが重要な戦略となりそうです。 2. フィジカル面の強化。直也も今は体が強くなっていますという言葉からはフィジカル面での対策も進めていることがうかがえます。 3. インファイト対策。ブロック、ボディーワークの練習をしてきたと明かしており、接近戦に持ち込まれた場合の対策も万全を期しています。 4. 多様なスパーリングパートナー。サウスポーのドヘニーに対しあえてオーソドックススタンスの選手もスパーリングパートナーに加えています。これは様々なスタイルに対応できる総合力を高める狙いがあると考えられます。 5. 冷静な試合運び。相手の土俵に付き合う必要はないというシンゴトレーナーの言葉からはドヘニーのペースに巻き込まれないよう冷静に自分のボクシングを展開すること重視していることがわかります。またドヘニーの特徴的な技についてシンゴトレーナーはフックも強壮だったし左のスイングパンチも気をつけたいと指摘しています。特に上から来たり真ん中から来たり微妙な角度の違いのある左フックには警戒を示しており、これらへの対策も練られているでしょう。さらにドヘニーの日本人キラーとしての側面も見逃していません。過去の日本人選手との対戦経験からドヘニーが日本式のボクシングスタイルに慣れていることを認識し、それを踏まえた戦略を立てていると考えられます。総じて井上陣営はドヘニーの強さを十分に認識しつつも、それに対する明確な対策を練っているようです。慎吾トレーナーは直也のボクシングを気負わずやってもらえれば冷静にいつも通りできればと述べており、自信を持って試合に臨む姿勢がうかがえます。井上選手の卓越した技術と陣営の周到な分析と対策、これらがどのようにリングの上で発揮されるか注目が集まっています。いかがでしょうか。今回は井上尚弥選手の衝撃的なスパーリング、現在の準備状況、そして次戦の相手である TJ ドヘニー選手についてご紹介してきました。井上選手の圧倒的な強さとそれを支える周到な準備、
そしてドヘニー選手との対戦に向けての戦略的な取り組みが印象的でした。世界最高峰の戦いがどのような展開を見せるのか、今から胸が高鳴ります。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺りで。